満州中央銀行満州中央銀行は、かつて存在した満州国の中央銀行である、同国の通貨であった満州中央銀行券を発見していた。三岐島中央銀行一円札1932年6月15日に、日本からの出資による3000万円の資本をもとに、新京に設立され、同年7月1日に正式開業した。開業と同時に、 王子、超作林管理下にあった東三省間銀行、吉林長平間銀線号、変行銀行、国立交換銀行の4行を合併した。これにより、満州中央銀行の資本金は8000万円以上に膨れ上がった。満州中央銀行の主要な機能は、国家資金の保管、管理、及び金融市場のコントロール、さらには、 満州国内の金融システムを統一することであり、これら機能によって満州国の通貨価値の安定を図っていた。しかし同時に満州中央銀行は農業、工業、商業企業への融資業務といった一般の銀行業務も行っていた。さらにこの地域からの朝鮮銀行の撤退を受けて日本の代理人的な立場でもあった。心境の本店の他に 140の視点が満州、中国、日本に展開していた。銀行設立を認可した1932年の通貨法に従い、満州国は通貨単位としてマドカを採用した。マドカは中国の通貨の伝統に基づいて2 3 9 1ムの純銀を含んでいた。中華民国の通貨と同じく銀本位制でスタートした。 発行した紙幣に対しては、その額面の最低30%相当の準備金を保有している必要があった。しかし、1935年11月に日本円を基準とする管理通貨制度に移行して、満州中央銀行の紙幣自体は、俯瞰紙幣となり、交換義務を負わなくなった。つまり紙幣は、信用貨幣であり、満州国の信用が、紙幣の信用となっていた。 現在、長春の人民広場前に残る旧満州、中央銀行本店は中国人民、銀行長春中心志向として使われている。この時期に発行された満州中央銀行券については約50%の引き当て金によって保証されていた。準備金とは金銀を地金もしくは信頼できる外貨もしくは預金として保有しているか海外の多項口座に預金しておくものである。 で、ありがとうございます。